備えて攻撃隊、守備隊の編成を行う。こんだけしかいねえのに分ける意味があんのか。そうだ、全員で突っ込みゃいいだろう。ダメ、これは守るための戦いよ。リーはターミナルを攻撃するため地中深く掘り進む。そうなっては騎兵での排除は容易じゃない。一匹も漏らさず水際で D を阻止する必要がある。守備隊が突破されたら負けだと思っていい。守りを重視しつつ遊撃して敵を確固撃破するんだ。いいだろう、攻撃はこちらに任せてもらおう。暴れ役は俺に任せて突っ込んでな。君たちの機体では空中の敵に対処しにくい。来襲するダイモスの傾向は予測できる。敵のタイプに合わせて最適の攻撃隊を編成しよう。奴らの隙にはさせん。俺が出る。出るわ。任せとけ。出るか。やってやる。行くぞ。私が出る。うん、分かった。行くわ。任せろ。私が出よう。任せてよ。私が出る。私が出ます。行くわ。わかった。任せてくれ。作戦は決まったな。出撃だ。慌てるな、菱山君。なんだ、規制のそがれる。戦う前にまだやっておきたいことがある。兵装の強化を試そう。強化だと？今からか。解析できたメタシステムの一部だよ。戦闘で得たメタチップを使えば騎兵や兵装を大幅に強化できる。さらに騎兵の新たな兵装を即時に生み出すことも。すごいな、沖野。なぜ早く言わん。
まだ試していないから確証がないんだ。習うより慣れろ。とにかく試してみよう。壊れたりしないだろうな。Thank you.
攻撃圏内。
来たぞ。それぞれ確認しろ。
てやる。当たった。ここを狙っているの。やってよ。
任せろ。行くぞ。出るぞ。行くよ。任せろ。行くぞ。私が出ればいいのね。悪いダイモス、掘削用でドリルフライだってさ。空飛んでんじゃねえか。あれも穴掘んのかよ。俺の乗ってるやつぶん殴るにはいいんだが、あれじゃ手が届かねえ。そういう時は EMP とやらを使えばいい。落っこちてくるから殴れる。面倒だな。98式戦車で D に押し負けた経験から格闘性能のある騎兵が作られたんだ。第一世代は接近性偏重な設計で機動力が高いが、飛んでるやつは想定していなかったようだよ。なんだ網口、なんでそんなの知ってんだ。なんでって、なんていうか教えてもらったんだよ、夢で。なんだよそれ。感謝する。なんとかなるわよね。頑張らなくちゃ。
のはままならんな。どうしたもんか。そこだ。頑張れ私。私は大丈夫。何かっては、まだ操縦になれねえな。
うじゃねえか。決まったか。成仏狙われた方が危険に
やがって。何かでは早く敵を倒さないと。14番敵の封印で封を開始すれば何かでは。
分かった。任せろ。うん、分かった。無理よ、調子が良くないぞ。行くよ、出るぞ。僕が出るよ。無理、ごめんね。無理よ、調子が良くないの。無理、ごめんね。私が出る。出れそうにないよ。重郎も出るの。出るぞ。私が出よう。やるしかないな。
よく考えて。23番機助かったわ。生き残るのよ。
操縦になれねえな。どうだ。
場所を狙っている。少しは慣れたかも。街が燃えてるじゃねえか。しくしょう。
が戦うとたくさん人を巻き込んじゃうんじゃ。避難は完璧じゃないな。誘導もうまくいっていないようだ。敷島を通して政府と財界には働きかけていたんだが。でも戦わないと世界は消えるんでしょ。やるしかないじゃない。別のターミナルで D の反動が出てる。あちらへん、高速が詰まっててまだ人がたくさんいるぞ。まさか美和子バスに乗ったりしてないよね。そうだ、ドローンで美和子探せるかな。わかった、やってみる。お父さんたち説明した通りちゃんと逃げてるといいんだけど。こりゃきついな。We'll be right back.
よし。女子トイレの事件はまだ謎だらけだが、なっちゃんが関わっているのは確かだ。他に手がかりになるものがないか探そう。リンゴジュースだ。ガキの頃私につきま…さん探しましたよ。またここにいた。暇でいいな。高宮さん、ワトソンはエリカとよ。今日もじっどういうふうに。これは宇宙。げっ、輪島。おう。道開けろよ。ああ、俺に命令してんの。絡むな。相手する気はねえ。すみません、遅くなっちゃって。タイミングの悪いやつ。あのこの方たち、高宮さんのお知り合いですか？ああ、こいつの出しなら俺とも仲良くしねえとな。おい、手出したら分かってんだろうな。ああ、分からねえな。仲良くしねえとな。分からせてやるよ。おめえには借りがあったな。下がってる相場。ここで返してやる。てめえ。お前ら何をしている？学校に札呼ばれるとは。メガネの上札あた。なあ、もう帰っていいだろ。ダメだ。参ったな。定額なんて食らっちまったら、メガネがなんていうか。うろうろせず、おとなしくしていなさい。
うろうろせずおとなしく。こら、お手洗いはどこかなと。わかったわかった、おとなしくしてる。あとは任せてくれ。は、鬼兵のおっさん相変わらずで安心したよ高宮。輪島たちは逃げちまってわからんが、捕まった仲間二人は軽傷だな。あいつらに連れてかれてから心配してたんだぞ高宮。転校していたとは。何があった？特務機構のやつらと。知ってるなら話しちゃくれねえか。おっさん悪いが言えねえんだ。半年前くらいに輸送中の重機の事故とされた事件があった。その時事故に巻き込まれた東雲涼子と名乗る少女を保護したが。東雲、お前の時と同様強引に特機の奴らが連れ去ってしまった。彼女はこう言ったんだ。怪獣と戦うために未来から兵器と共に来たとね。まさかその話信じたのか。最近また重機の事故があってな、天幕で隠される前にたまたま現場を見た。これにゃあれが建設機械とは到底思えなかった。この町で何かが起きてる。知りたいんだ。話しちゃくれねえか。話しちゃくれねえ。四季島冷蔵あのか幼な中学文通だ。メガネの女王サツと私。話しちゃくれねえ。未来からなっちゃんのノートにも、未来から兵器と共に来たなっちゃんのノートにも、タイムトラベルと兵器らしきロボットのことが書かれてる。鬼兵のおっさんは大人でも信用できる方だ。話して協力してもらうのもありか。話しちゃ。先週から行方不明になってる南夏野を警察では探してないのか。南夏野、こっちに届け出は出てない。桜高校の1年だ。奴らが探してる。何か分かったら教えてほしい。俺も探してみよう。特務機構のことはそっちでどれだけ分かってるんだ。かなり上の方とつながってるようで、下っ端じゃ手出しできん。俺の分かる範囲だと、奴らは四季島重工をいろいろと調べてる。だろうな。どこまで本当か知らねえが、メガネの話じゃ四季島が核爆弾積んだ兵器を作ってて、その兵器に何人かの子供が関与してる。そいつらを監視しろと転校させられた。
子供？東雲涼子も桜高校にいる。見てくれ、銃器搬入で行動を制限するための書類だ。彼女が乗ってきたと言ったものは敷島重工の新しい造船ドックに運ばれてる。ここへ行けば重機が何なのか、なっちゃんに何があったのか分かるかもしれない。鬼兵のおっさんの話を聞いて勢いで電車に駆け込んじまった。敷島重工の造船ドックね。そこに一体何があんのか。武者震いがするぜ。ロボットが運び込まれた敷島重工のドックは港近くの埋め立て地で、倉庫ばかりの寂しい場所にある。このまま終点まで行って施設の近くで待とう。忍び込むなら暗くなってからだ。これは宇宙神、ついにはか宇宙地球外生命体。これはなっちゃん、まず宇宙。尾形じゃねえか。ん？高宮。何やってんだ尾形。見りゃわかんだろ、帰るところだ。お前の家ってなっちゃん家の近くじゃなかったか。そりゃ小学生の時だろ。今は自陣地に住んでんだ。お前はどこ行くんだ。え、まあその海を見にかな。大丈夫かお前。腰巾着みてえなあいつはついてきてねえのか。相葉エリカのことか。相葉？尾形は D 組だったよな。同じクラスだろあいつと。あ？あいつは相葉じゃねえだろ。相葉はずっと休みのままだし。あ？まもなくアーケビー、アーケビーに泊まります。お、俺は次で乗り換えだ。階段近くに移るわ。じゃあな。相葉じゃない。それならあいつは誰なんだ。ったく、何を信じりゃいいんだ。この目で一つ一つ確かめるしかねえか。まずは敷島の兵器だ。ずいぶん警備が手薄だな。簡単に忍び込めたぞ。とはいえこう暗いと何も見えないな。 D 組の尾形が言うには、相葉エリカは別人だ。なら私につきまとうのは誰なんだ。何の目的で私に。ん？何の光だ。なんだよこれ。肌が光ってるのか。
ういうことだったのね。誰だ。いや、その声は東雲涼子。なんでこんなとこにいるんだよ。それはこっちのセリフよ。おい、それ足も光ってる。この光は何だ。私たちが搭乗者だから反応しているの。搭乗者。我々の操る武器だ。そして君もこれに乗ることができる一人だ。高宮ゆき君。てめえはリストに名前のあったゴーとレンヤ。我々の。これは私の騎兵よ。騎兵。木島冷蔵あのか。まさかてめえ私を売ったのか。何の話かしら。私が14番をうまく動かせるの。何の話かしら。私が14番をうまく動かせるの。あなたなんかに渡さないわ。私があなたなん。これが騎兵。なっちゃんが探してた宇宙人と戦うためのロボット。宇宙人。あの子宇宙人と戦うつもりだったの。お前らはこれで何する気なんだ。怪獣から世界を救うのよ。下がって。なんだそれ。本物か。確かめてみる。下がって。なんだそれ。確かめてみる。なんだそれ。確かめ。これは宇宙室。式レーあの待ち伏せていたのか。そういうことだ。待ち伏そういう。これは式島が作った兵器なんだろ。作ったのは敷島じゃない、我々だよ。お前ら何者なんだ。我々にとってここは過去の世界だ。タイムトラベル。本気で言ってんのか。騎兵は未来世界で作られた兵器だ。どけよ。お前ら二人で私の相手になるか。そうはいかない。君も騎兵に関わってる。私は関係ねえ。さっきの光が証拠だ。私に何をしたのか知らねえが付き合ってらんねえよ。どうでした。何度もコードが書き足されてる。
彼と何度も接触を。おそらくこの子の近くに。お前は保健室の高宮ゆき。もう少し調べたいわ。何を。あれから私を泳がす。あれからなんとか解放されたが、私を泳がせて利用しようって腹だな。てて利用しようって腹だな。ゴートたちの目的は私にはさっぱりだ。D 組の音楽相葉エリカなら私につきまとうのは誰なんだ。何の目的。東雲涼子は映写機を隠せと言ったの。北校舎のなっちゃん、キサラギはメガネ野郎のリスト。なっちゃんは箱を部室に隠していた。そう、隠した映写機も箱っぽかったよな。あれがなっちゃんの箱だとしたら、なっちゃんはそう書く。あれが幼な十分つった。敷島の施設に兵器らしきものはあった。だがゴートたちの話は無茶苦茶だ。私を解放したのは泳がせて裏にある組織を突き止めるためかもな。私につくさな。隠したあれを調べてみる必要があるな。特務機構のことは秘密だから、相場に知られないよう一人で行かないと。探しましたよ。またここに。暇でいいの。今日もどういうふ。尾形ってさ、お前のクラスだろ。そうですね。でも向こうは覚えてないと思います。私教室では印象薄いから。うん、悪いな。ちょっと用事思い出した。今日は捜査終了だ。へえ。カビ臭いな。
月島のだ、あたしを裏に。なんか映写してたよな。東雲涼子はどうやって動かしてたんだ。箱といえば箱かな。なっちゃんがこれを隠してた。あの部員に見せて確認したいけど。高宮ゆき。そうか、高宮でかしたぞ。奴から奪ったんだな、機密情報を。機密情報？そのデータユニットがそうだ。お前にも捜索の指示が出ていたんだな。いや、これは。ともかくよくやった。奴ってのは誰だ。聞いてないのか。ここに入った気がして追いかけてきたんだ。関ヶ原エイ、機密情報を狙う凶悪犯だ。凶悪ってほどじゃないさ。お前か。殺してない。気を失ってるだけだ。おい、勝手に触るな。そこから離れろ。お前はこれが何か知っているのか。機密情報だとそいつが。 AI 機能起動。三浦、俺がわかるか。関ヶ原。記憶を戻したな。ここはセクター4、桜高校の旧校舎だ。どこにいるか知っているのか。高宮ゆきだ。それより早く教えてくれ。セクター3。行けばわかる。行こう三浦、抜け道がある。ついてくるか。もちろんだ。時坂神社じゃねえか。やっぱりなっちゃんもここに来てたんだ。ここがそのセクター3ってわけじゃねえだろ。何しようってんだ。
動くなよ。どこにいるんだ、なっちゃん。他に行きそうなところは。タイムトラベルも本当だったなんて。なっちゃんはこんなところに何日も。探せば缶詰なんかは見つかる。無茶さえしなきゃ生きられるはずだ。この町に何が起こったんだ。 D に襲われた。 D？怪獣のような機械の群れだ。奴らの攻撃で住民も消えた。次に狙われるのはお前の住む町だ。今取れる対抗手段は騎兵で戦うことだけだ。騎兵？高宮、お前にも関係がある話だ。私もあれに乗って戦えというのか。見たのか。敷島の施設で14番というのを見た。涼子さんの騎兵か。帰ってきた。時間通りだな。おい、どうだったんだ。最悪の事態もあり得るか。バカ言うな。生きているとしたら建物の奥まった場所か、遠出したか。か範囲を拡大して捜索しよう。なっちゃん、結局なっちゃんは見つからなかった。あんな荒れ果てた町のどこかでなっちゃんは一人震えてるかもしれない。絶対諦めない。あの廃墟の町、近い将来この町も襲われてあんな風になっちまうだと簡単には信じられない。射器だと思っていた箱は三浦という喋る機械だった。なっちゃんがノートに書いていたのは三浦のことだったんだ。作り話じゃなかったね。ごめんなっちゃん。なっちゃんの居場所が判明した。未来の廃墟に置き去りにされてる。
まだ見つかっていないが、必ず助け出す。敷島の死だが、ゴード、あたし、裏に探しましたよ、またここに。暇でいいな。今日もどういう風に。急行車で出会ったのは、黒服に追われる関ヶ原という男だ。しばらくは教室で三浦と一緒に隠れているはずだ。なっちゃんを助け出すにはあいつらの協力が必要不可欠だな。私につきさ、もしかして禁煙中で。おどうしよう、校舎の女子トイレでなっちゃきめん。おい、ちょっといいか。まだ何か。私の知ることはもう全部話したわ。呼び止めてすまなかったな。学生食堂に何かヒントが。いや、口寂しいからなんか飲もうと思ってさ。お前もなんかいるか。私は結構です。きっちゃん、網口。やっぱり俺たちは運命の赤い糸で結ばれてる。お前なあ。ヘイシー、おいしい。ビタミン C はお肌にいいよね。なっちゃんが飲んでたから。
揉んでるだけだ。なんか用か？デートしようよ。しない。つうかさ、このやりとり何度やりゃ気が済むんだ？そりゃもちろん、デートしてくれるまでさ。今日はバイクがあるんだ。だからさ。あら、いいですねバイク。あ、誰子ちゃん？そいつはワトソンらしいぜ。え？外国人さんかよ。悪いけど今日はお前を相手する時間がない。私たち忙しいんです。そっか、じゃあ仕方がないね。珍しく素直じゃないか。強引に誘って嫌われたら元も子もないしさ。ゆきちゃん、次は必ずデートしようね。では行きましょうか。ああ、学生食堂に。いや、まだ前の学校の制服？ああ。何か困っているのならいつでも相談に来て。玉尾さん、連絡も取らずどこに行ってたの？一度戻りなさい。わかったわね。森村が握らせてきた小さなメモだ、うん、これは私にやらせたいことがあるらしい。まずは相場に声をかけるか。ちょっと帰りに調べたいとこがある。付き合ってくれ。もちろん。午前中授業をサボって行ってきたんだ。どこへ？相葉エリカが入院している病院。あ、本物の相葉はまだ入院中だ。保健の森村はお前のことを玉尾と呼んでいた。本当の名前は玉尾なのか？ああ、見破られたか。そう
私はクラベ玉尾。悪気があったわけじゃないんですよ。こういう謎があった方が探偵物語っぽいと思いません？さすが高宮さんです。さすが高宮さんです。女子トイレで事件があったろ。何です？急に。あの時如月民が二人目撃されてる。実は二人目を見つけたんだ。そこにいるのは関ヶ原か。おい、何やってんだ。これは如月富。似せて作った機械だよ、ドロイドだ。動かすのは無理だな。データも壊れてる。だが壊れる直前に中身が入れ替えられたようだ。奴が姿を変えて逃げたんだ。奴ってのは泉十郎。大量殺人の犯人だ。意識だけになった今も何か企んでいる。この掃除道具入れに突っ込まれていた壊れたボディをここに隠したんだ。ここは北校舎の裏手だ。女子トイレを壊したもう一人の如月富はこれか。ロボット？おかしいって思うよな。私も気になってたんだ。一体奴が何と入れ替わったのか。一体奴が何と入れ替わったのか。てね。一体奴が何と入れ替わったのか。てね。ロボットが。信じるかな。ロボットがお手洗いをみんなし。ナノマシンだっけ？
ナノマシンだっけ。四季島重工の施設に忍び込んだ時、私の体のことを聞いたよ。頻繁に誰かに何かされてるってな。どうした急に黙って。頻繁つったって私と一緒にいるのはお前だけだもんな。もう高宮さん落ち着いてください。何の話か全く分かりませんよ。もう何の話。四季島の施設だが、ごあた裏相葉エリカでなく比べ玉尾でもない。キサラギそっくりのロボットで逃亡した意識だけの存在。お前は殺人犯の泉十郎という男だ。私が男？大丈夫ですか？困ったな。きちんと記憶は消していたのに。正体現しやがったな。今度はかなりの記憶を消さないとダメだな。そうはいくか。後ろを見ろ。森村の提案さ。久しぶりに顔を合わせてみれば、女子高生のふりまでしてイカれてるわね十郎。この宇宙計画をぶち壊してでも生き残りたい君よりは正気だ。これはあなたと私のためなのよ。私たちは生き残る。おかしくなった今のあなたじゃなく、ここで目覚める前のあなたと共にね。15人はその犠牲になるわけだ。犠牲じゃない。この方が彼らも幸せに生きられる。真実を知ることなく未来が閉ざされても。以前スミレ橋であなたを撃ったわ。ここで撃つのはこれで二度目ね。相葉、近づかないで。まだ反応がある。ロボットだ。本当に
一体私に何をしていた。準備してたのさ、これから始まるゲームのね。忙しくなる。お前らの相手をしてる暇はない。待て。飛び降りた。あの状態でこの高さを飛ぶなんて、いくら頑丈でも無事で済むはずが。まともに動けるはずがない。この付近を包囲してください。はっ。あなたはまっすぐ帰るのよ。落下地点を探すわ。はい。相葉。
厄介だな。やはりあいつも出てきたか。そんなにヤバい怪獣なのか。そんなにヤバい怪獣なのか。ドラムマイン、掘削用の爆弾だ。標的に近づくとヘキソーゲンの詰まった本体を破裂させ自爆を行う。ドラムマイン、一体の自爆で騎兵に甚大な被害が出る。それうまくやればチャンスにできないかな。起爆する直前に吹き飛ばせば怪獣たちを一網打尽にもできる。敵の攻撃を利用するわけか。だがそんな簡単にいくか。いいね、そういうの。相手のバカ力を逆に利用すんのとか。負けねえんだが。どうするよ。俺ならうだうだ悩んでも仕方ねえ。10番機やったろうじゃねえか。
カなら慣れっこなはずなのにな。10番機なんとか移動するなるわよね。力を貸して。喧嘩なら負けねえんだが。うだうだ悩んでも仕方ねえ。持ちこたえてみせる。防御モードに移行。人生ってのはままならんな。12番機この距離だぞ。どうしよう。持ちこたえ。しっかりしないと。ありがとよ。どう出るこの俺が。弱気になっているとはな。人生ってのはままならんな。人生ってのはままならんな。12番機早く敵を倒さないと。
せろ。出るぞ。行くよ。私が出る。オーケーよ。行くわ。私が出る。行くか。
持ちこたえてみせる。ザコに用はない。当たりだ。恐れ入ったか。マジかよ。よく考えるのよ。分かってはいるが、街が
な。どうだ。私は今の状況は感謝するわ、感謝するわ。まずは攻撃範囲内。戦えるぜ。騎兵起動。あたしが戻ったからには大船に乗ったつもりでいる。すぐ戻るよ。後を頼む。仕方がない。ユキちゃん、急ごう。勝てたのか。疲れたぜ。
今は厳しいな。僕が出るよ。行くよ。僕が出るよ。任せて。いいよ。行くわよ。任せて。大丈夫。よくなるわ。無理よ。調子が良くないの。無理よ。無理よ。調子が良くないの。Thank you.
ったか。私のロボットなんだかみんなのより遅くない？第二世代の騎兵は他の世代より兵装が多い分重量型だ。私のロボットなんだかみんなのより遅くない？重量は2000トンを優に超える。地下道を踏み抜かないように気をつけろ。乗せてる核融合炉が重いからね。その分高出力の機体だからプラズマアーク溶断機も装備できる。あれが使えれば奴らの装甲はバターのように断ち切れる。格闘用の腕も本来は高層ビルのメガ柱解体用、重いはずよ。だけど取っ組み合いになれば1300トンの握力が頼りになる。第二世代は多くの支援ユニットとリンクし、うまく使いこなせればどんな戦況も。そんな一度に言われても覚えられないよ。ありがとう、ありがとう。うまくやるんだ。僕は集中するんだ。13番機この通りだ。敵を13番機なんとか呪いね。
やってやる。見たか。頑張れ私。これでどう？木更木はどうした？慌ててどこへ行ったんだ？
や、キサラギ、どこにいる？応答しろ。キサラギ、その子。分かってる。美和子誘導したらすぐ戻るから。助かったね、私たち。Thank you.
に扇子みたいなのがついた怪獣がいる。なんだろう。アプサス、正式には APS 制御供給機だそうだ。あいつ覚えてる。シールドを貼る嫌なやつ。シールドで他の怪獣を守る怪獣って言ったらいいかな。シールドって？シールドマトリクス、第4世代の兵装にもある。あ、分かった。網口くんの騎兵にもあったあれか。君たちの乗る第3世代にはあれを解除する兵装があるはず。 EMP スタナー、確かそうだ。電磁パルスで D の動きを止めるためのものだけど、 EMP ならシールドにも干渉してかき消せる。でもシールドを貼られる前に倒すのが一番。持ちこたえてみせる。
人生ってのはままならんな。12番機私は移動するぞ。よく考えるのよ。おとりを出すわ。落とし時を逃すな。奴らは動いてくれよ。
と喧嘩なら負けねえんだが。くたばっちまいな。よし、まずは弱気になっているとはな。12番機、いつもの移動するぞ。
。